9月1日、夏休みが終わり、新学期が始まりました。中国の各地からは、中高生の自殺情報が頻繁に伝わっています。アナリストは、このような悲劇が絶えないのは、中国の教育制度に問題があり、子どもたちに対する圧力が大きすぎると指摘します。新学期が始まって間もなく、北京、上海、天津、広州、湖北、四川などから、相次ぎ中高生の自殺情報が伝わりました。上海では2日間で4人が自殺しました。南京中華自殺救援網の張順さんによると、最近中高生の自殺が多く、一部大学生の自殺もあるそうです。張さんは、現下の中国の教育制度がこのような現象を招いた元凶だと指摘し、今の子どもたちは小学校から大学に上がるまでずっと試験に追われなければならず、圧力が大きすぎるといいます。现在的孩子呢，从初中到高中，他们的压力都太大，他没有更多的时间去经风雨见世面，没有自己的社会支持平台，他没有压力宣泄的渠道，他没有相应的经验和相应的知识。我们有性的教育，但是我们没有爱的教育，没有生死教育。北京共和啓発心理諮問センターの節さんは、中国では一人っ子が多いため、子供に対する親の期待が大きすぎて、逆にプレッシャーを与えていると述べます。和家長の教育方式可能也有关系啊。因为就一个宝贝儿嘛、可能家長期望值也很高啊。都恨不得成龙成凤的。但是每个孩子生来就有差距。不是每个人都一样的。また、新学期に対する不安や、学業の圧力をネット上で訴えている子供たちも少なくありません。心理学者は、保護者と学校は、子供たちにもっと関心を払い、悲劇の再発を防いでほしいと呼びかけます。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政治的，政府与危险势力相抗，大力加防。